M103 はカシオペア座にある3階セダンである。メシエ自身の手で編纂されたメシエカタログはこの M103 までであった。1783年に出版されたカタログには当初 M100 までをまとめる予定であったが、出版までの間に発見された M101 から M103 を急遽カタログに追加した。双眼鏡で存在が明らかとなるが数個の星がかすかにわかる程度である。口径8センチメートルの望遠鏡で星雲状に見えてくる。この星を見るには最低口径10センチメートルの望遠鏡を必要とする。10センチメートル屈折でマラスは相関。矢の頭のようだと表現している。赤色星とストルーブ131を結ぶ線が矢の頭を作っているように見える。右の写真では赤色星は写真の上の方にある星で、ストルーブ131は皿のその上にある。M103 の周辺には同じような星の集まりが多数あり、しっかり位置を確認していないと間違いやすい。デルタとイプシロンの間に多数の3階星団があり、特に最大の星団である NGC663 は高度もあり星数も多く、M103 よりも星団らしい星団である。こちらは双眼鏡でも容易に観測でき、メシエ天体を紹介した書籍やポスターなどでもよく間違えて記載されることがある。1781年にメシャンが発見した。メシャンはカシオペアの足のデルタとイプシロンの間にある星団と記している。ジョン・ハーシェルは明るくかなり大きいとした。スミスは金星がトレジュウ星があり、ストルーブ131は黄と青の1体。位置角141度、角距離 14.4 線形で、北皇族の部分で星がはっきり分岐する。極めて多くの星の流れが見える。四方に枝分かれし、主な枝の星の高度は7から9等程度。明るい8等の赤い星が南に続くとした。ウェッブはデルタのわずか1度北。視野は美しくストルーブ131と赤色星を含むとした。ありがとうございます。